はい、どうもゾンビさんチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、ダイングライト。ダイングライト1のドケットコードがね、新しくちょっと情報を仕入れたので、それの紹介をしたいと思います。それとですね、まあ、このご覧の画像の通り、ダイングライト2が、E3 の方で新しいオフィシャルトレーラーと、なんと発売時期が決定しました。というわけでね、すごい楽しみですね。ダイングライト2、新しいトレーラーも公開されて、発売時期もね、公開されると。少しずつですけど、ちょっと進展してるのがね、ちょっと嬉しいですよね。自分的にはね、もうちょっと夏以降になっちゃうのかななんて、まあ思ってたんですけど、思いのほか早くて、喜ばしいことでしたね。はい。で、ダイングライト1のドケットコードの方なんですけど、まあその情報はね、一旦ダイングライト2のオフィシャルトレーラーをちょっと一緒に見て、発売時期も確認して、その後でね、ドケットコードの方の情報を、話したいと思いますので、まずは新しいオフィシャルトレーラーをお楽しみください。My father saved my life. He told me never to forget who I am, where I come from. But in this place, nobody even wants to know my name. Getting attached is deadly. Because when darkness comes, I might be gone.This tore society apart, but I won't let it turn me into an animal. Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting.My name is Aiden, and I am infected. はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあもうね、すでに見てるよっていう人もいたとは思うんですけど、いやーなんか面白そうですよね。何がってちょっとわかんないんですけど、細かいね、設定とか、いろいろそういう細かいところは何も語られていないので、なんとなくの雰囲気しかわかんないんですけど、まあね、2018年のE3 のムービーと、あと今回のね、ムービーで合わせてね、見てると、ああ、なんか、そういう感じかみたいなのはつかめるかもしれないですね。なんかまあ、前回にあった情報のように、そのプレイの仕方か選択しかわかんないんですけど、それでね、街の様子とか、そのストーリーも変わってくるのかな。いろいろね、変化が起きて、分岐していくみたいなね、説明があったんで、それ結構楽しみなんですよね。で、ゾンビの倒し方とかもね、新しいバリエーションがありそうな感じがして、めちゃめちゃ楽しみですね。2020年スプリング、春ということで、何月何日かわかんないですね。春っていつまでしょうね。5月ぐらいまでだと自分は思うんですけど、4月、3月ぐらいにやってくれないかな。でも3月 FF7 のリメイクがあるんですよね。あんまビッグタイトルと被せないように発売してもらえると助かるんですけどね。はい。それではね、最初に告知してた通り、ダイングライト1の方ですね。ダイングライトのドケットコード、新しいドケットコード。前回ね、ドケットコードっていうのを入れると得点がもらえますよっていう説明をしたと思うんですけど、あのコードが、まあ、その、テックランドのね、ホームページとか、あと、ジェムリーには載ってないんですよね、それが。だけど、ここですね。この、レディット。レディット。あ、これでレディットの文字消えちゃうね。レディット。ここのサイトは、海外の掲示板みたいな、とこですね、そこに情報を載せてる人がいました。ちょっと大きくしようかな。はい、ここですね。上のやつも面白いんですけど、2番目のやつ、ここに、
The new last hope weapon that we get with the newest docket code blueprint 設計図ですね。Has four mod slot and is gold tier。四つモッドスロットがついてて、ゴールドティアだから金レアですね。金武器っていうことですか、ね。武器とは書いてないけど、あでもウェポンって書いてますよね。Last hope 最後の希望の武器らしいんですけど、これどっから情報を仕入れてるんですか。ちょっと自分わかんないんですけど。どっから情報を仕入れてるのかわかんないですけど、まあこのね人がね投稿してるので、ドケットコード入れると新しい金武器がね、この間説明したやり方でドケットコード入れると、金武器があの設計図がもらえるらしいんです。はい。でここのねジェムリーのところには載ってないんですよ。別に特に載ってないです。最新情報として載ってるわけではないし、テックランドのホームページはちょっと見てないんですけど、多分載ってないでしょうね。わかんないんですけど。なので、ここのね、ウェポンドケッツのサイトに行って、ここに自分ももらったんですけど、ですね、ドケットコードは、Hope Never Never Hope Never Diesこれを入れるともらえます。ゲームにね反映されるので、でレディング承認ってやるともらえる。でもこれもうね自分交換してですね、実は、ここにあります。拡大しようかな。これラストホープありましたよね。これがこの設計図がゲーム内でもらえるらしいです。ということでね、まだねゲーム内では受け取ってないので、ちょっとねこれから受け取ってみたいと思います。はい。それではね、ここからはゲームの方に入って、実際にその設計図を、もらって作ってみたいと思います。はい。それではね、実際に、先ほど入れたねドケットコード入れたドケットコードでもらえた、ものを受け取ってみたいと思います。受品係にね、話しかけると、ダイングライトのボーナス割引券。そのまんまの名前ですね。これはどういうことだ？まあ普通に、あれですね。ただ、これ気をつけた方がいいのは、ネットワークに接続されていて、テックランドオンラインサービスへの接続が有効な場合のみ、券を使うことができますって書いてあるので、あらかじめね、前回の動画でね紹介したやり方でテックランドと、リンクしといて、それからまあそうしないと表示されないのかな、ちょっとわかんないけど、一応念のためね確認してからやってみてください。それではこれを受け取ります。はい。設計図最後の希望、そのままですね、日本語 Last Hope 解除しました。はい。じゃあね、めちゃめちゃ素材必要だったりしてそんなこと言って、さあ金武器なんでね、一番下の方にあれあると思うんですけど、ない、あったありましたね。これ最後の希望、結構使うね。まずパイプ、バール、レンチ、小型ハンマー、あれいろんなのに使えるねこれね。ちょっと一個ずつ試してみようか。パイプ、バール、レンチ、小型ハンマー、軍事用ショベル、片手用のツルハシ。はん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 。とりあえず、材料は揃ってるので、これをね、取り出して、作ってみたいと思います。はい、それではね、さっき作った金武器、最後の希望をね、ちょっと見てみたいと思います。とりあえず、手斧と、バールと、レンチを改造してみました。はい。じゃあ見ていきましょう。まず、手斧ですね。あれ？ちょっと待って。これ、あれじゃん。あの武器ですよ、皆さん。気づきましたか？これ、ちょっと置いてみますよ。
はい、これですね。今次のが出てきちゃいましたね。まあ結論から言うと全部同じです。何で素材作っても同じこの武器ができます。はい、これにしとこうかな。あ、見てください、これ。見覚えありますでしょう、これね。そうです、この武器です。はい、左に出てますね。これがダイイングライト2の、トレーラーで出てきた、あとね、ポスターというか、イメージの画像と、画像にもある、あの武器が最後の希望らしいです。なかなか粋なことをしてきましたね。ちょっと強いかどうかね、ちょっとわかんないんですけど、まあ皆さんもね、ちょっと作ってみて、どんな感じか、試してみてください。